こちら半分こクイズ。はい。こちらのコーナーはですね、うん、答えが2つあるクイズに挑戦していただきます。はい。はい。その答えを2人で被らないように回答していただくのですが、うんうんうん、話し合いは一切できません。ダメなんだって。はい。ジェスチャーなどは、あ、もうダメです。ジェスチャーもダメ。ありがとう。目だけ。手は？目だけ。手はダメ。目でも心を通じ合わせてくださいね。目で。はい。お互いが相手が書く答えを予想しながら回答しなければならないのです。はい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 、はい。もし答えが被ってしまった場合は、うん、0ポイントとなってしまいますし、なるほど、うん、1人が合っていて片方が間違っていた場合も0ポイントとなってしまいます。うん、はい、はい、ここからはですね、今までのポイントはとりあえずなしにして、もう回答が多い方、正解が多い方になりますので、よろしくお願いします。オッケーです。オッケーです。はい。被らずにどちらも答えることができれば30ポイント獲得で、ここからね、30ポイント30ポイントって増えていきますので、よろしくお願いします。待ってる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 待ってありますよね。はい。それを合わせずにバラバラの回答をしてくださいというような感じでございます。なんで回答ということで、早速第1問から参りましょうか。はい。はい。それでは第1問こちらです。はい。お雑煮に入るお餅の形といえば、なるほどね。さあ、はいはい、覗き込んだらダメですよ。目で、じゃあルシア目でアイコンタクトで。はい、道でやってんで、店長は顔ゲーしてますよ、顔ゲーを。なった店長はおつぼり。あー、なるほどね。なったなるほどね、店長ね。店長そういうやつね。オッケー、じゃあ、オッケー、店長はそれ以外ね、だから店長は、いやでもこれはありますよね。こっちばっからね、かんちゃん。あ、ルシアは笑ってます。バレてるかわからないけど、ちなみにみんな、2つあるのは知ってますよね、形が。そうなの。ちょっと知らなかった。あ、ははは、手術しか知らなかった。え、ルシアも違う、ワインとは違ったけど、ワインの、え、これってもし、これちなみに正解じゃなければ必ずバスになるのでね。これもしかしてさ、こんなのはない。これは僕たちは言いづらいかもしれない。わかったわかったわかった。じゃあ、うん、そうなんよな。どう攻めていくかだね。うん、あ、なるほどなるほど。どうでしょうか。本当にこれでいいのかな。ただルシアともうジェスチャーはもうしなくていいのかな。え、でも一回ジェスチャーダメだから。あ、そっか、もうしてもね。ジェスチャーはダメですよ。目だけで、目でやってもね。そうなの。目で大丈夫そうですかね、皆さん。おいしそうにかけてる。かわいい。それではここで時間でございます。それではじゃあまずはかなとわチームから行こうかな。はい。じゃあかなとわチームのかなたんから行きましょう。お雑煮に入れるお餅の形といえばかなたん何ですか。まる。はい、まる。イラストもめちゃめちゃ可愛く描いてくれてますね。それでは相方のとわち、四角。お、四角。はい、バラバラでございますね。すごい。いいですね。じゃあ続いていきましょうか。全部書いてある。じゃあルシア聞きますよ。お雑煮に入れるお餅の形といえば、丸。丸。かわいい。じゃあ船長、お雑煮に入れるお餅の形といえば、プリン。あ？丸。あー！1問目なのでね、ここから巻き返してください。まだまだ、はい、はい、それでは続いて参りましょう。第2問。ホロライブジャパンタレントの中で草食動物なのは2名、お答えくださいね。1人1名ずつ。じゃあ店長は、はい、あの人と、あ、じゃあ、あ、オッケーオッケー。店長から、店長、店長これ、あ
言ってたね。完全にここはもうアイコンタクト。さあアイコンタクトでねお答えください。4期生のアイコンタクトはバッチリですよ。さあさあさあ、草食動物ですよ。みんな書くの早いな。ドライブジャパンタレントの中で草食動物なのは、あーすごいな。さあ早い早いに書くことはできるのでしょうか。どうかな。筆がサラサラと進んでおりますね。かわいい。みんなかわいいな。みんなかわいいの描いてるの。これはイラスト付きで回答してくださってるんですかね皆さん。かわいい人にもう1ポイントぐらいあげたいなこれ。ちょっとかわいいポイントは。かわいいポイント何かかわいいポイント、そんなにかわいいイラスト描いてくれてる。かわいいよ。あ、独特。なんか呪われそうな。呪われ呪われそう。呪われそうは大丈夫です。あーでもかわいいよ。あーかわいいかわいい。なんか可愛いポイント加算どうですか。ちょっとこれはちょっと可愛さレベルによるかもしれない。え、本当加算されんの。どうしよっかな。ちょっと祭りのさじ加減だな。まあ、まず回答が合ってないとね加算も何もないんでね。そうですね、はい、そうですね。まず正解してください。お願いします。はい、これいいですか。頼む頼む頼む。はい、それではそろそろ皆さん書き終わりましたかね。はい、はい、はい、締め切りさせていただきたいと思います。はい、じゃあ今度逆から行こうかな。船長から回答お願いします。はい、船長、はい、ホロライブジャパンのタレントの中で草食動物なのは誰。じゃじゃん、角巻わため。わため、かわいい。わかりやすい。めっちゃかわいい。かわいいですね、めちゃめちゃイラストも。はい、じゃあ続いてルシア、ホロライブ JP タレントの中で草食動物なのは誰。頼むぜ。じゃあナイス。じゃあそこの辺もね行こうかなと思いますよ。可愛いアピールしてこう。可愛いな。ちょっとじゃあちょっと回答正解が出たらちょっとお伝えしたいと思います。わかりました。はい。可愛い。やられてたよ。ホロライブ JP タレントの中で草食動物なのは？ポコチン。ペコちゃん。ペコーナー。これは。はい。じゃあカナタ。同じか。草食動物なのは？正解はこちらです。やー、はい、やー、やー、やー、いいな、正解でございます。ナイスポイントも、あれ、かわいい、ナイスポイントも、かわいい、ナイスポイント、ナイスポイント、カナタンが直接こっちに来てる。みんな画面にアピールしてる。カナタンだけ祭り本人で。じゃあ、カナタン5ポイント。やったー。マジだよ。あ、じゃあ、じゃあ、ルシア、え、ルシア、え、あれかわいそう。あれかわいいかな、ルシア。あ、欲しい、ポイント欲しい。ポイント欲しい。もっとお尻振って、お尻。あ、ポイント欲しい。あー、じゃあ10ポイントあげちゃう。やだいいですよ。はい、わからなくなってきた。はい、じゃあ最終問題参りましょう。こちらです。お、なんだ、出るかな。最終問題、はい、初夢で見るといいとされている縁起物、1番は富士山ですが、2番と3番目はどちらでしょうか。ルシア船長は分かった。両方分かった。両方分かる。両方分かるから。ルシア、ルシア、これこれ。いや、すごい。繰り広げられているこっち、本当に。え、リサ大丈夫、これで。わり、わかる。わかった。平気やれ。これにするよ。さあさあ。答えはね、まあ常識だと思うのでわかると思うんですけども。わあ、これだ。かわいい、かわいい。かわいいのいるね。どうかな、どうかな。おお、なるほど。なるほどなるほど。おっとおっと、
どうですか、ロボコ先輩的には。ちょっと何かに迷ってる人がいる。何かに迷ってる人がいる。何に迷ってるんでしょうか。頑張ってる人がいますね。なるほど。そう、あともう諦めましたね。諦めたな。かなたの画面を見て。あー諦めたね、はいはい、いいね、はい、確実。はい、時間切れでございます。それではじゃあ今度はかな、あ、マリルシチームからいきますか。はい、はい、マリン。はい、これね、ここで、はい、不正解になったり被ったりすると確定で負けになってしまいますので。大丈夫、ちゃんとね、はい、なんか目で見た感じ違う顔してた。大丈夫、なるほど、違う顔してましたか、はい、じゃあ自信を持ってお答えください。はい、はい、2番と3番どちらかお答えください。船長どっちですか。はい、船長はタカです。はい、タカいらっしゃる。はい、初めて知った。じゃあ、あ、これ大丈夫ですかね。あった。はい、じゃあルシア正解参りましょうか。ルシアこちらです。初日の出。お前何言ってんの、お前。もう終わったんだよ。いや、今度はね、ちょっとトアがちゃんと書いてくれちゃうことになる。とりあえず、とりあえずそんなバカ行きましょうか。カナトアチーム、じゃあカナダから回答お願いします。カナダの回答こちらです。なんだこの絵。なんだ絵は。これはトマトカですけど、スバルちゃんだ。スバルじゃないです。はい、タカですね。なんか破れた本みたいな。続いてトワッチン回答お願いします。ラスビュー。よかったー。はい、それでは正解参りましょう。正解はこちらです。はい、タカとナスですね。ここいいどうしよう。はい、タカとナス、いけー、やったー、やったー、やったー。ここで最終問題全問正解で、優勝でございます。圧倒的勝利。すごい、すごい、最強。いや、やはりこのペアが最強ということで、ごめんなさい、ごめんなさい、教えてあげてもらっていいですか。初夢で見れるといいとされている演技物、はい、何でしょうか、船長。え、今出てたじゃん。何、はい、1番は二鷹三なすび。はい、そうです、正解でございます。ルータ覚えて帰ろうね、今日は。なんでなの。なんでかはちょっと理由は分かんない。そういう風になってる世の中でね。そんな夢の中に勉強になった。富士山とタカと、うん、ナスビとかが出てくると、うん、演技がいいねみたいになってんの。まあ確かにすげえ、ね、演技いいよね。確かに演技いいよね。なんか雰囲気いいよね。うん、食べるわ、足は。3番、5、6もあって、4番目大きいとかがね続いてくんだけど、まあ有名なのは3番までかなと思いますので、さあ、まあ、IQ が上がったぞ。いやー、よかった。じゃあ、そう、じゃあチームごとに感想をね、聞いていこうかなと思いますよ。はい、じゃあまずはちょっと短めに聞いていきたいと思います。ちょっと初戦落ちというのか、最終に行けなかったお二人、ロボタイムのお二人、どうでしたか。いやー、悔しかった。これ最終問題だったら逆にね、いけたかなと思うんだけど、でも鬼門だった画伯問題をクリアしてたから優勝あると思ったんだけど、やっぱポンでしたね、うん、ポンです、ちょっとクイズがね、ポンでしたね。悔しい。まあそのポンなね、二人がいいっていうのがすごくあるのでね、これからもポンコツな二人でいてください。あれました、まだポンを背負っていく、はい、はい、ということで悔しくも最終でちょっと不正解してしまったマリルシチーム、どうでしょうか。あ、頭良くなったから行くな。マリン、ごめんね。ごめんね、
じゃあ、わかんのことの一番、ジョンシャちゃんが一番可愛いからね。なん、こいつで勝ったからって、いい気にならないと。ジョンシャちゃんがこの一番可愛いんですから。わ、あの、ま、こんな感じでね、来年も二人仲良くやってほしいなと思いますけども。いい感じ。やっていくんで、ネイタンはね、たくさん、そうかな。ね、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 
どうですか優勝して。いや最初やっぱり、うん、一回やっぱり最初滑ってたのが良かったと思う。いやそうそう最初にね滑って滑って、そこで1滑りしてからやっぱり盛り上がる感じだな。役をねそこで走ってたのね。そう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 、なるほどか、うんうん、素晴らしい優勝でした。やったー、おめでとうございます。はい、ということでここまでお送りしてまいりましたホロライブ2、皆様いかがだったでしょうか。よかったね、楽しかったね。手が回っちまった。一人で一人で手が回っちまった。